横手の戦いは、庄内藩を中心とする旧幕府軍が、久保田藩の横手城を攻略した戦いである。慶応4年8月11日に、庄内藩一番大隊は、十文字を出発して、宇州街道は北上、横手城の大,大手に向かった。二番大隊は、浅間道を城の絡めてに向かった。途中、久保田藩の抵抗はなく、 横手城の西南4キロメートルの赤坂に到着して、布陣した。2番大隊は、石膏の情報により、すでに新政府軍の主力は逃げ去っており、残った、戸村大学がわずかな兵と共に牢城しているということを知っていた。1番大隊の隊長、松平神三郎と2番大隊の隊長、坂井吉之城は相談して、死者を使わし投稿勧告書を送った。しかし、 戸村大学は返答せず、死者を交流した。省内軍は、返事を待ったが、午後4時になり、一番大隊が攻撃を開始し、二番大隊も一斉に、横手城の大手門を目指して、攻撃を開始した。午後5時頃、追手口より、二番大隊のゴ蔵小隊が打ち入りに、成功する。裏手よりも二番大隊の一部が突入した。横手兵の一隊が、 闘争をもって反撃して、将内軍が鉄砲で応戦し、混戦状態になる。その頃、宗衛門隊や仙台藩の瀬上隊も突入する。安倍兵三郎隊が持ち場を離れて、駆けつけ城門に向かって射撃した。すると、城門が開いて、二十数名の横手兵が突撃してきた。横手兵は、将内軍の包囲網を強行突破しようとした。将内兵と、 横守兵の間で激しい白兵戦が展開された。この混乱に乗じて、戸村大学を含めた残りの横守兵が、庄内藩と仙台藩の包囲網を突破して、逃走した。午後8時になり、炎上する横手女王の決戦は収まったので、2番大隊は赤坂に引き上げた。一方、1番大隊は大手の大橋を渡り、本丸を目指した。 二番大隊のような抵抗もなく、本丸を制圧した。富良大学は、横手北6キロメートルの金沢駅に出て、高梨村に入る。二番大隊は、角間川付近に、久保田半平が集結しているとの情報により、横手城の後始末を一番大隊に任せて、8月12日、赤坂を出発して、進撃を開始して、昼前に田村神殿へと前進した。 庄内藩一番大隊は、横手兵21体の戦死者を集めて、龍馬サインに葬った。付近の寺から、僧侶14名を集めて、黄金を与えて、盛大に土胸エコーを行った。1988年9月26日、横手市城西町の龍馬サインで、横手母親約120年、戦死者慰霊祭が行われた。松平神三郎の子孫と、 堺吉野城の子孫、さらに戸村大学の子孫の父子の4人が出席して、120年ぶりに敵味方の両将の子孫が握手を交わした。十文字は町村正志向により、十文字村から十文字町、現在の横手市十文字町になっている。角間川周辺は町村正志向により、角間川村から角間川町となり、現在は大仙市角間川町になっている。 ありがとうございます。